それではそろそろ定刻となりますので、トラック B のセッションを始めたいと思います。続いてのトークは、石川雅之さんによるサンタクロースを支える IT 技術となります。では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サンタクロースを支える IT 技術ということで、発表させていただきます。マイク入ってますかね？あれ？大丈夫？はい、入りました。入ってなかった。もう一回言い直した方がいいですか？はい、お願いします。サンタクロースを支える IT 技術ということで発表させていただきます。実はこの IT 技術っていうのが、技術がテクノロジーなんで、英訳するとインフォメーションテクノロジーテクノロジーになるっていう、受けを狙ったんですけど、誰にも突っ込んでもらえなかったんで、ここから先も面白いことを言うことはないですので、ご了承ください。はい、メリークリスマスメリークリスマス、メリークリスマス、 ありがとうございます。はい、というわけで真夏なんですが、メリークリスマスのタイトルですが、まさかのラリーと被るということで、まあ皆さんご存知、パール6が今年のクリスマスにリリースということみたいで、被ったんですが、これちょっと見てください。ライクがですね、ラリーに勝ちました。ありがとうございます。はい、全部身内です。まあ、ハテブを見られたらね、もう全圧倒的に負けてるんですが、で、このセッションはですね、ご注意なんですが、パールの話は、出てきません。で、この時間の他のセッションも一応ご紹介しますと、パールの話は A トラックとかですね。で、あ、ヤプシーあるあるとかが多分笑いたい方はですね、おすすめなんですけどね。はい、そう、あ、そうですね、本当、あ、そうですね、そんな中皆さん来ていただいて本当ありがとうございます。で、このヤプシーで初めてのサンタクロースの話題と、このサンタさんが登場したんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱかぶってそこも外してしまったんですが、はい、そんな感じで進めていきます。で、自己紹介ですが、僕は IDM 石川でやっています。で、普段はグリーでエンジニアをやってゲーム作ったりとかしています。ヤプシーのトークは、2年ぶりなんですが、3年前には、初めて LT でおせっかい駆動開発のドヤリング型の開発っていうのを発表させていただいて、その、1年後のセッションではグラントをバックエンドで動かすみたいなお話をさせていただいてました。で、もうヤプシー様々で、ヤプシーのおかげで、まあ、転職も、まあ、グリーンに入るのもちょっとヤプシーがきっかけで、なんかそういうエンジニアと触れたいなと思って、入ったりとかしてます。で、いきなりボランティア活動について、まあ、この話は、チャリティーサンタっていうボランティアの活動について、そこでのお話なので、僕ざっとボランティア活動どういうのやってきたかなっていうことで、8年前ぐらいからやってるんですが、まあ、こんな感じですね。地球温暖化防止とか、まあ、ヤプシーンもそうですね。今日スタッフでもあります。で、チャリティーサンタで今は IT ボランティアをやっています。このセッションの目的は、仕事以外の趣味エンジニアリングでボランティアに参加するっていう手があるということを皆さんにお伝えしたいなと思ってお話をさせていただきます。スライドが90枚ほどなので、このペースだとちょっと間に合わないので、ガンガン飛ばしていきます。で、今日のお話はこんな流れです。まず、そのチャリティーサンタとは何ぞやという話なんですが、あ、すいません。はい、チャリティーサンタはですね、あ、まずこの動画をちょっと見ていただくとイメージがつかみやすいかもしれないです。ありがとう。ありがとう。お子さん。ね、もう楽しみね。待ちきれないから。はい、こんな感じで、全国でボランティアで集まったサンタクロースたちが子供らの家庭に行ってですね、プレゼントを届けに行く NPO 活動をやっています。で、規模としては、今ボランティアがサンタさんが1775人で、子供たちが4434人が去年の実績でした。
で、チャリティー活動なので、こういうふうに家庭から集まったチャリティー金っていうのをいただいて、それを海外や国内の子どもたちに支援するっていう活動をやっていて、具体的には、ネパールの子どもたちへの教育支援だったりとか、あとは地域のゴミ問題に取り組んだりとか、大震災の支援をしたりとかしています。で、国内の支援もやってて、福島の子どもたちの自然体験ツアーをやったりとか、しています。そういう NPO らしい活動をしています。で、こんな感じの組織がですね、そうですね、今言った右上の家庭に、訪問してチャリティー金をいただくのと、支援をするっていう以外には NPO なので、企業とコラボレーションして CSR の活動の一環としてのお手伝いをしたりとか、あとは寄付活動とかもできるので、サポーターという形で協力していただいたりとかしています。ちなみに去年はYahooとコラボレーションでサンタ企画をやったりとかしたので、ひょっとしたら見かけた方もいらっしゃるかもしれません。はい、こんな感じで、体育館に一気に集まってですね、そして訪問していきますこれ右下とかすごくないですか。これ電車の中サンタだらけみたいな感じになってますね。はい。で、ミッションはサンタのような大人を増やすことで、合言葉があなたも誰かのサンタクロースで、サンタさんの格好をした人がサンタさんっていうわけだけじゃなくって、僕みたいな IT での支援をしているスタッフ、あとはバックオフィスとして、活動しているスタッフも、そしてさっき言った海外支援をしているスタッフたちも、みんな合わせてサンタクロースというふうに、位置づけています。で、本題です。IT チーム、こんな感じでですね、さっきのサンタさんと全然ちょっと違う感じなんですけど、これちなみにオフィスはうちの会社グリーを使わせていただいたりとかして、定期的に集まったり黙々会っていう形で、作業したりとかしています。で、この IT チームのチャリティーサンタでの位置づけは、こんな感じで、今8名、先ほどの写真にあった、ちなみにここ今サンタ帽をかぶってる人たちほとんど、IT サンタでございます。手を挙げて、はい、ありがとうございます。はい、そんな感じです。で、はい、IT チームはさまざまな人たちが集まってるんですけど、ちなみに、会社はこんな感じです。もうバラバラですね。はい、SIRだったり IT 講師の先生やったりとか、そんな方々もいます。で、チャリティーサンタの IT の歴史なんですが、この活動一番最初は、そこ代表のなっちゃんが今日来てるんですけど、なっちゃん起立めっちゃ実は若いんですよ。何歳だっけ。30歳。あ、30歳か、はいそのなっちゃんが始めて、最初はこういう活動を企画して、頑張ってホームページビルダーかなんか分かんないですけど、そんなんで作り、そのうちに人が増えてくると、ウェブデザイナーがちょっとやっぱ喋りすぎると口が回らないですねウェブデザイナーが、メンバーに現れ始めたり、エンジニアがメンバーに現れ始めたり、あとは団体が大きくなって NPO になっていったり、そしてそうやって人が集まると複数で作業ができるようになってチームになったりとかできたんですが、そもそも、複数名で作業するって、結構さっきみたいなバラバラな場所も中国だったりとか岡山だったりとかバラバラだったりとかしているのに、どうやってこの NPO という形で解決したかっていう話をしたいと思います。で、その話の中で、IT の話、ここでですね、レンタルサーバーと仲良くなるっていう副題を入れてるんですけど、これですね、皆さん興味ありますかねレンタルサーバーを使ったことがある人結構いますよね。じゃあ今も使ってる人、おっとびっくりですね。意外といました。今3割ぐらいはいたような気がします。そうなんですね。はい、でも多分今だったらこういうことをやろうとすると、やっぱりヘロクだったりとかのパースか、AWS とか使うっていう発想になると思うんです。で、ただこの活動は AWS はおろか、IaaS とかパースとかっていうのが生まれる前の代表のなっちゃんが個人で、やり始めたっていうのがあって、そこは NPO っぽいんですけど、そういったところの環境をですね、リプレースしたい気持ちは山々なんですが、その、コストをケチりつつ、そして X サーバーというレンタルサーバーを使ってるんですが、それも限界に挑戦するっていう、なんか変なところにモチベーションを見出してしまってそういうのに
残念ながらやってるんじゃなくて楽しんでやるようにしました。でレンタルサーバーと仲良くなる。で、共用レンタルサーバーっていうのは SSH が使えず FTP でファイル転送したりするのが基本だったりとかすると思います。というかさっき皆さん結構使ってたんでもうご存知ですよね。ドキュメントルートが固定だったり、あと権限もルートがないっていうか、まあ、スドゥ権限がない、そんな制約の中、まあ、これまでは、ホームページちょっと詳しいよとか、制作やってましたっていう人が基本 FTP でファイルを転送して、でレンタルサーバーの怖いところがファイルを転送することがつまりデプロイになってしまうっていうことで、そしてそのデプロイが各自のローカルからできてしまうっていうことで、まあ、バージョン管理とか全然してなかったんで、まあ、差し戻しとかいう場合に FTP アップした人を探してですね、ちょっと前のファイル持ってないのかで、いやもう消しちゃったとかいう事故が起こりやすい非常に危険な状態でした。で複数で作業する場合はこれをやっぱり、まあ、今時の技術で解決していきたいわけで、まあ、Git を導入することで解決していきました。で、この時に、まあ、Git 導入して何が弊害かっていうと、やっぱ FTP で今までやってた人は、なかなか使えないっていうこともあるんですが、まずそれは一旦置いといて、どういう運用したかっていうと、レンタルサーバーのドキュメントルートだったり、まあ、その親階層に .git を置いて git プルでデプロイをするっていう方法を使ったり、そうですね、あとはその FTP でしかアップできないユーザーが何か転送されたりとかしても、まあ、git の diff を本番上で叩くことで差分が分かる、差し戻しもできれば、それでよければそのままアドコミットすることができる。で、まあ、バージョン管理ももちろんそれでできるようになるのでいい感じになりました。そしてGit のやっぱり弊害があるということで、使ったことのないメンバーがいるということ、あとはターミナルさえ使ったことがない、使わないメンバーもいたり、SSH が分かんないっていうメンバーもいます。で、それを解決すべく、まあ、ノン SSH ユーザーに対する配慮ということで、ここ小さいかな。はい。まあ、今まで通り FTP を使ってもいいんだよっていう運用にしています。でもできたら Git と GitHub を使うと便利だし楽しいよっていうことを伝えながら、まあ、少しずつ使っていただく。で、まあ、デプロイを本番での Git プルとすることで担当者が FTP とか CMS による変更に気づくことができるっていうメリットもあります。なので、.ignore とかですね、 GitIgnore を使って使わずにというか、まあ、使ってるんですが、普通だったら対象とするワードプレスのディレクトリとかフレームワークのディレクトリとかっていうのを、まあ、あえてイグノアしないことで、差分をコミットしたりとかいうことをしています。で、まあ、もしもそれでやっていくとやっぱりコミットがどうしても汚れていくので、気にする場合は Git サブモジュールで、別リポジトリで管理したりとかしていい感じになりました。で、そうですね、僕のプライベートリポジトリを提供してやっています。あ、そうですね、これ見たらパール 0.7%、 あ、やばい、録音されてる、はい。で、リポジトリの運用は、ブランチを本番ブランチとステージングブランチっていう2つを軸にして、本番サーバーと、まあ、テストサーバーというのは実際はディレクトリ切り分けてるだけなんですが、そこに置いています。 で、まあ、できればプルリクエストベースなんですけど、面倒ならコミットをそのままやっても OK という運用にしています。で、その場合にはデベロップとマスターという本番用とステージングのブランチが、普通皆さんデベロップが先に進んで後でマスターにマージだと思うんですけど、マスターだけが先行していったりとかいうことがあるんですが、まあ、それも全て許容してい、っています。特にこれで問題が起きたことはないです、まあ、あとツールはスラック使ったりとかして、そこに、GitHub のフックを使って通知したりとかしています。で、ここでですね、Git がいいよとか言う前にレンタルサーバーじゃ使えないよとか言っておいて Git を入れたとか言ってるんですけど、今時のレンタルサーバー意外と Git を無理やり入れられるということが分かりました。で、まあ、こんな感じですね、まあ、いわゆるホームディレクトリの中でメイクしてメイクインストールすることで、うまくいくように最近のものはなっていますので、まあ、もしも興味がある方は
レンタルサーバー使っている方多いので、まあ、Git を本番に入れてみるっていうのも、いいんじゃないかなと思います。で、Git も入るんだったら他にも入れたくなりますよね。エディターやっぱり好きなの皆さん使ってると思うんで、エディターインストールしたいと思いますので、そのやり方ここでお教えします。みんな使ってる Emacs の入れ方も調べましたので、ぜひご利用ください。失笑でしたねEmacs の方、ああ意外といた、よかったです。こんなことやってると時間ないんだな。はい、はい、でレンタルサーバーいろんな癖があって、さっきのドキュメントルートが固定されている問題とかもいろいろ解決していきました。時間ないんで端折ります。で、まあもちろん諦めたこともあります。 Zシェルだったりとか、まあ、あとは Redis とか Memcached を使いたいなとかやっぱ思うんですけど、レンタルサーバーなだと、まあ、マナーとしていかんかなと、ポート使うことをですね、でやめときました。はい、さてで次にそのモチベーションをどうやって僕らが維持していくかっていうことです。まあ仕事でもないのになんでやってるんだろうって思われてる方もいらっしゃると思いますでもこれすごい答え簡単で、あすみません、この下のやりビールとか子どもたちの笑顔、まあまあ、今回のヤプシーとはちょっと離れてるんで置いといて、好きなツール好きな技術を好きに使わせてもらえるっていうところなので、皆さんがひょっとして今活動されているオープンソースのコミュニティとかでももうとっくにあることかもしれませんので、多分同じように僕は考えています。はい、で、まあ、どんなふうに好き勝手やってるかっていうと、これドキュメントルートの中なんですけど、まあ、歴史もあるんで、あケントの墓場って左に書いてるんですけど、ケントって分かり まあ、分かりますよね。うんうん、ケント分かんない方、分かんない方、ケントウェブというのが昔ありましてまあそうですね、CGI って言われて、はい、た、まあ、そういうツールを配布して入れれば何かしら動くよみたいなものが置いてあったりとか、あとは、右側長く運用している DW、まあ、ドリームウィーバーのサイトですねとかもあったりとかしました。ドリームウィーバーは、テンプレートの機能を使ってヘッダーとフッターをうまいこと、管理し、まあ、コンテナをいい感じにするみたいな機能があるんですけども、今時はフレームワークでそれは、やってしまうと思いますが、まあ、そういう歴史をいろいろ得てこういうふうにバラバラなんですが、やってます。まあ、コンパス入れて SAS 使うねっていうのがあればガルプ入れるねとか、はい、まあ、そういうのを全部許容しています。あそうだそうだ、大事なこと、ただ例えばですけど Go とか React とかめっちゃやりたいと思っても、そこはやっぱやらないんです。なぜかっていうと、他の人がやっぱりできる技術で、ちょっとだけ前、気持ち前みたいな風なことを心がけてやっています。はい、で、まあそんな感じで、これはしょんないと終わんないな。はい、まあスラック楽しいですよね。でチャットワークはやってません。はい、まあそんな感じでジャンルを超えて技術に触れられるっていう楽しみだったり、そういうさっき言ったオープンソースコミュニティに近いものがあったりとか、まるでこの活動っていうのはハッカソンが1日で終わるじゃなくて1年中続くハッカソンみたいな楽しみがあるなと思ってやっています。はい、で、ここでちょっとプロボノって言葉が出てくるんですけど、実はですね、このプロボノっていうのは、あプロボノって言葉知ってる方、おいた、はい、僕も今回初めて知ったんですけど、僕らみたいな専門家、まあ、IT 技術だったりとかいう職を持った人がその技術を活用してボランティア活動することを言うらしいんです。ですので結構海外では一般的っていうことが分かりました。でプロボノを支援しているサービスが、まあ、結構日本にも少しずつ増えてきたりとかしていて、まあ、チャリティーサンタに照らし合わせると、まあ、そうですね、プロボノの活動はさっき言った黙々会やったりとか、そうですね、して情報共有したりとか技術共有とかしたりとかしながら貢献活動しています。はい、というわけで OSS の良さと、あとリアルに楽しめる、実際に子どもたちの笑顔が作れるというところがあると思いました。というわけでエンジニアの理想郷はプロボノの活動にあった。はい、そんな感じです。でそうですね、これもう時間ないな。 IT チームの活動なんですが、ざくっと言うと、本当にさまざまなプロダクトによっていろんな関わり方が違ったりします。これは、手紙の
こういうサンタクロースさんからの手紙っていうツールを作ったりとかした時の、制作会社とのやり取りとか IT チームのやり取りであったりするんですが、まあ、いろんな関わり方で、プロダクトっていうのを任されるっていうのも楽しみだと思います。はい、でガンガン端折ってそうですね。で NPO のメリットは他に IT サービスを無償で提供したりとかしているところがあるので、これもぜひ後で資料公開しますので参考にしてください。はい、すげえ端折りますね。ちなみにチャリティーサンタ以外の IP 貢献、 IT の貢献っていう活動も書いていますので、ぜひ見てください。結構皆さんが活躍できるような場っていうのは NPO たくさんあると思います。はい、じゃあそんな感じですが、そうですね、あと、まあ、最後に宣伝になっちゃうんですけど、まあ、サンタさんになる条件がありまして18歳以上です。でまあ Facebook やってればサンタさんになれますと、なければなればいいですということで、サンタさん絶賛大募集しています。はい、まあそうですね、やっぱりお金にならないのに皆さんがコード書いてるように、まあ、サンタさんの活動もすごい楽しいですので、よろしければレッツボランティアエンジニアリングということで、ご清聴ありがとうございました。ぜひつながってください。資料公開しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ただいまのトークの中に少し不適切な発言がございました。申し訳ございませんでした。何か質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、自分も、たくさんのチームの人とはやってないんですけども、いわゆるパソコンのボランティアとかコンピューターのボランティアも15年ですかね、やってるんで、結構ですね、あ、こういうふうに進めたら、今時の進め方はこういうもんなんだなって、なんか勉強させていただいて、非常に参考になったんですけども、はい、いろんな人がたくさん入ってくるので、その、どうしてもその、方向性の調整とかも結構問題になったりすることがあると思うんですけども、このサンタさんの IT チームの方ではそういったものの調整っていうのは同じ社内にいる人が多いから調整しやすいのか、それともなんかそういう経験的にこういうふうに調整していただくか、何かあれば教えていただきたいと思います。そうですね、そういう意味では、あ、まあ、今の結構バラバラな方が集まっているのに、まあ、方向性とかそういうズレが生じないかっていうところだと思うんですけど、この活動で言えば、まあ、ミッションとかがすごく明確であるので、まあ、そのためにどう実現していけばいいのかっていうのをブレイクダウンすると、まあ、そんなにズレることがなくて、まあ、あとは結構技術であったりとかするところに、まあ、モチベーションを設けてるっていう話があったんですけど、まあ、そういうところは楽しみながらやれるし、あとは自分がやっぱできなくって他の人ができることがあるから尊重しているので結構任せているっていうのがあります。だからひょっとしたら何か同じことをやろうとしたら俺やりたくねえようになるかもしれないんですけど、まあ、その場合実はやらなくてもいいっていうスタンスで、じゃあ何がやりたいのっていうところで、最終的には目的地が、まあ子どもたちの笑顔をする増やすとかいうところに結びつけば、まあ、いいかなという感じでやってます。はい、質問のある方はいらっしゃいませんか。はい、開発をしているメンバーと、はい、実際のサンタさんとか他のことをやっている人たちが顔合わせる機会は結構多かったり。あ、はい、質問を繰り返させていただくと、この IT のチームと、実際にサンタさんでボランティアに行っている人があったりするかということなんですが、そうですね、積極的に会ったりとかして、現場がどうなのかっていう空気を感じ取るようにはしたりとかしています。で、
ちょっとあの時間はしょっちゃったんですけど、IT チームでも実際 の, そのサンタさんの活動をやったりとかして、子どもたちの前でサンタさんやったりとか、まあ、今日も格好してますけど、まあ、そういうふうにすることで、そこの意識の乖離っていうのはないように心がけています。ありがとうございます。はい、他に質問などある方はいらっしゃいますでしょうか。発表ありがとうございました。はい、IT チームがどういうふうに貢献しているかっていうところ、痛い例とかちょっと時間をかけて欲しいなと思って、はい、そこを教えていただいて。ああ、なるほどね。そうですね、具体的にどういうところ、実はこの、まあ、ボランティア活動の面白いところでもあるんですけど、この活動が目指している、啓発対象っていうのは、サンタさんの格好をしているサンタさん本人にも、その思いを伝えたいと思いながらやってるんです。なので、そうですね、サンタさん、例えばこれ今スタッフサイトを作ったりとかしてるっていう例なんですけど、これは全国のサンタさんも、僕たちと同じような思いになってるかどうかっていうのは分かんなかったり、ただサンタのコスプレしたいから参加してるっていう人も、まあ、いたりするかもしれないですが、せっかくつながったのでそのきっかけで、まあ、なんか目覚めてほしいな、そういう活動にっていう気持ちがあるので、まあ、そういう人たちにも届くように IT の力を持っても、そうですね、今回の場合はスタッフサイトっていうのをリリースして思いを共有したりすることで、そうですね、チームとしてはそういう努力をしています。メインはスタッフサイトを作って運営するっていうところが活動でした。あ、チームもいっぱいあるんですね、実は。そこを教えてですね。まあ、単純に今サイトのリニューアルっていうのをやって、サイトがすごい肝なんですけど、そうですね、全国のお母さん方に見てもらいたいっていうのもあるし、そういう活動に参加したいっていう若者、学生が多いんですけど、そういう方々に届くようにするっていうのも IT の方で、例えば企画からやって、そして、作ったりもしています。あとはそうですね、申し込みフォーム、各支部によって、全国に支部が22あるんですけど、そこの支部とのやり取りを、するんですが、結構独立して権限を持っているので、いろんなこと言ってくるんですね。うちの、まあ、札幌だとこういうふうにして募集したいから、こんなこともできるようにしてよとか、まあ、そんな話がいろいろあったりするんですが、まあ、そういうところとうまく調整しながら、そうですね、申し込みフォームっていうこの活動の基本である部分を作ったりとかもしてますし、そうですね、まあ、そうなんです。だから IT チームが何をやってるかっていうと、まあ、めちゃめちゃ いっぱいあるんですよね。まあ、あとはその訪問先の地図を配るときに、その地図を、まあ、Google マップをマッシュアップして作ったりとかしてるんですけど、まあ、これもさっきのスタッフサイトとかリニューアルとかも全然違う話だと思います。だから IT サンタが何か これやってるって一つがなくって、すごくたくさんのことで、 IT で必要だと思うことは何でもやっています。はい、ありがとうございます。はい、はい、他に質問等ある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、ないのでコミット中をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。